じゃあ最後は、ここから、じゃあもう一つパスガードです。したら、さっきと一緒です。押して、相手を押し返してきた。したら、またさっきと一緒で、ここに向かってスネを置いていきます。置いていったら、今回はそのまま座りましょう。相手の肩を抱くようにして座っていきます。座っていったら、ここからできることが、2つあります。1つはさっきと同様、ここからパスガードですね。引きつけて、この足抜いて、向こう。もしくは、こう相手が僕の脇を刺してくる前ですね。こう刺してくる前に、お尻をついたら、すぐに手首をコントロールします。コントロールして、後ろからこの手、自分の手握りましょう。木村の形作ってあります。作ってあげたら、そのまま、頭マットにつけていきます。で、足を抜いて。で、このまま押さえてもいいし、こう相手が逃げてきたら、それに向かって、頭マットを。で、木村で決めてあげたりとか、アームバーに行ってあげてもいいです。まあ、最後のやつがバリエーションです。